メンバーを紹介させていただきたいと思います。今日は民主党に学んだことを言いながらご紹介していきたいと思います。民主党に学んだこと、約束は守らなくても良いということ。リーダー、ロワンナ、17歳、よろしくお願いします。奥山さんに驚いたこと、沖縄の米軍の基地の騒音を見に行くまで知らなかったこと。佐藤優香、16歳、よろしくお願いします。学んだこと、苦しむ被災者より自分の立場を守ること。清水かり15歳です、よろしくお願いします。枝野さんに分かったこと、上手に嘘をつけば国民は簡単に騙せると思っていること。森谷より17歳、よろしくお願いします。そしてもう一つ、野田さんに学んだこと、国民のためでなく自分の利権を守るための政治家だということ。よし、どうぞ。よし、その通り。うまいぞ。